ね、久々やな、遊びに行くん。喋るん嫌になった。無視無視無視し、無視し。バカ、どこ行く？淡路。じゃあ久々に淡路で、皆さん、みんなと遊びに行きます。ほい。ほい。皆さんこんにちは、新馬文式です。今日はですね、なんとあの淡路の二次元の森というところに来てまして、一日、今日10時から、夜の7時半ぐらいまで、ぶっ通しで、弟夫婦と、楽しみたいと思いますので、そして二次元の森と淡路の森で結構子供たち人気みたいなんで、今日は全てのアトラクションを回りたいと思うので、皆さんもぜひ楽しみに見てください。お願いします。では行きましょう。リオも、リオも声出して行こうって言って。ういうい。新パパ。すごいね。すごい、すごいな。あ、あれちゃん、あれゴジラの。そうやね。見つけた。どこに修行行くね。そこでドラゴンクエストを行くん。剣持って。レベル何もなったん、うん、捨てるかい。持てかへん。新パパ、あれやな、子供たちと遊びに行くん自体が久々すぎて、うん、多分テンション上がってるの俺かもしれない、うん、いつも遊びに行くからさ。ああ、なるほどね。こういうところしか来おへんから、ちょっと外でバーベキューしようよとか、友達と遊ぶとか。気持ち歩くの早いもん。いつもより夜めちゃめちゃ早いから、ね、うん、嬉しいやろな思って。みんな行くよ、はよ。着いたよ。まず一発目はここですね、鬼滅の刃の幻の絶景。ここに貼ればいい。は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 い、じゃあ、はい。あ、2枚？みんな OK？ はい。OK。これ、どこに？どこにあるん？これ、見てみ。お、表に行くの、ここちゃ？ここ？水の角。ここ？そう。いや。そうそうそう。綺麗やろ。結局それ、これは問題解いていって、うん、なんかヒントを集めていって問題解いていくみたいな。で、次進む道が出てくるってこと？これをスタンプ押したら、そのスタンプにあのヒントが書かれとんねんて。で、場所に行き、ここにもある。炭治郎の炭治郎ね、2匹のネズミ。呼吸もあるで。水は？でまたスタンプをしてヒントを入れて、次の地図か。で、地図が龍貸してね。地図が、これは雷や。怖かった。のりちゃん、早い。答えは、そう、じゃあ龍についていこう。これ謎解きせんでもまっすぐその他勝手に答え勝手に答えなんじゃないこれ。全然複雑じゃないから、一直線やから。もうちょい複雑にしときましょう。俺ちょっと答え分かりそうやもん。謎どない解けそう。もうあ、まだか、まだ3つがいかな。聞いとんかい、リオ。集中してるやん。はい、ごめんなさい。スタンプね、ちょっとあの押し忘れて、またあの遠いとこまで歩いていきます。あ、結構しんどいやん。いや、しんどい。ここまでいったら本気だろ、うん、ちょっと若干難しい。若干難しい。これ大人本気になるよ。本気になるよな。どうする、あまりには難しいから、ちょっとヒントを気に行かへん。
これ難しすぎん。全部1,2,3,4,5 や。1,2,3,4,5 や。で、左手を見ようって言って、左手は全部花だ。わからんからヒント聞いてきて。ヒント聞いてきて、お願いします。ゆうゆう、ヒントを得て問題解きましたか。はい、行こう。ここか。解けた。解けた。やっと。気持ちいい。鬼滅、鬼滅もうちょ終わりです。コンプリートだぜ。2時間かかったぜ。2時間かかった。マジで1施設2時間ちょっとかかるな。かかるぜ。1日楽しめます。で、なんていうの、あの結構難しいな、ほんまに。楽しい。特に小学校3年とか4年とか、ちょっとそれぐらいが面白いんちゃうかなって俺はなんかちょっと思ったけど、うん。で、あと大人は絶対体力いる。100% 体力いります。絶対スニーカーです。こんなおしゃれなグッズダメですよ。絶対スニーカーで皆さん見てください。外で食べようか。コラボメニューまんま高いな。マジでじゃあ子供たちみんなすごいの来ましたよ。すごい。ちょっと開ける。おい。おお、おすごいすごい。はい、皆さんごちそうさまです。でーす。ほら、マイケル。クレヨンしんちゃん行こう。はい、じゃあ皆さん、はい、おそろいですね、いいですか。あ、しんちゃん動いてる。はい、あ、しんちゃん動きますよ。はい、みんな、あ、マスク取らなくてもいいです。マスク取って大丈夫ですよ。笑って。はい、スタッフです。チーズ。はい、はい、かわいい、いいね。みんな、クレヨンしんちゃんなんかやってる。なんかかぶってるね、おしゃれ。ここはクレヨンしんちゃんのアスレチックでマスターコース。これが俺たちだぜ。5歳以上かな。で、120センチ以上。シャイン。で、弟家族のちっちゃい子供たちはキッズコースで。見て見て、ここで測れる。ここは僕らマスター。ここで測れる。ちょっと怖い、ちょっと怖い。2回目みんな頑張るか。よし、みんな頑張りましょう。料理頑張ろうぜ。ちょ、コミションコミション割りや、リア。リア、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 はい、なんか言って。はい、頑張ろうぜ。うぃし。うぃし。なんか最近リオの登場は少なくなってきてます。うん、愛想が悪いです。思春期です。よいしょ。できる。上手上手。やっほー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めちゃめちゃ楽しかったです。なんかもっと怖かったとかなかった。全く気持ちいい。気持ちいい。ほんま気持ちいい。すごい。フラフラする。フラフラする。あれ。いや、これはね、おすすめですね。楽しそう。あの、怖そうで安心感たっぷりの。これ生なんですよ。ジップライン。どうぞ、ベビーカー行ってください。こんにちは。
ハイトは乗れませんでしたよね。ああ、ゴジラ見に行こうな。普通に下に見たい。はい、お疲れ、リュウ。どうやった？楽しかったし、怖かった。怖かった。新パパアイスを買ったら小銭ばらまいて落としちゃいました。ちょっと爪引っ掛けるから絶対取ります。あ、爪失いました。爪全部持って返せなかった。いったテコの原理でいこう。よし。よし。よし。新パパ。次パパどこ行くん？次はね、あのドラゴンクエスト。これは昔から老若男女関係なし、俺が生まれる前だったっけ？生まれる前からあるかな。ドラゴンクエスト。今はドラクエ12か13まであるのかな。そうなんあるの。まあそんなところで、あのドラゴンクエストランドリー今から行く。クエストしてきます。クエストしてきます。クエスト頑張るぞ。もう朝からクエストしすぎてだいぶ疲れてんねん。冒険ジェルマに手首に装備をお願いいたします。装備して手首にチェックしてください。俺2丁ほどぐらい。では、冒険の書になります。まず冒険の進め方書いておりますので、冒険ジェルマにしっかりお読みください。はい、冒険の書です。はい、冒険の書です。それではこちら冒険者の印になります。本日冒険の、セーブデータがこちらに入っていきます。なくされますとセーブデータが全て消え、また再発行できませんので、絶対なくさないようにお願いいたします。これどうしたらいいの？これはセーブすんねん。セーブデータにしてください。ドラクエの世界観すごいな。ドラクエ知らんねん。ドラクエ俺バッチリ知ってる。ドラクエもうドラクエの街やん。家の前に釣り竿があんねんて。そんな遠くないはず。そんな遠くないはずやで。探して家の前に釣り竿がある人がマネギさん。結局これもあのアイテムあれをお手伝いしてお金貯めんと買われへんから。あ、あれ、またお金稼げてないですか？早く装備してください。写真です。もう楽しいな。なんかほんまにドラクエしてるって感じやな。北の森、素
ステージ変わります。怖い雰囲気。あー、神殿やてか、ドラクエが一番面白いかも。ちょっと結構雨降ってきたな。夜まで持つかな、無理っぽいな。ドラゴンクエスト最後までやってきました。よし、やってやろう。長かったら1時間半から2時間かかる。さあ最後です。新パパ、ドラクエのご飯屋さんなのか、なんか全部コラボってる。スライムとか円と書かずにゴールドの G で。そう、このジュースは、はい、さあ足パンパン。すごいクオリティ高い。すごい、リュウユウ。うわー、すごい。すごいわ、一緒。僕のあるよ、僕の土地。リュウユウ、はい。おにぎりライスやります。新パパ。ちょっと雨が降ってきたから。本当はあの夜の鬼滅の刃、ナイトウォーしたかったんやけどね。入りましょうか。ありがとう、今日はありがとう。じゃあ帰りますか、気をつけて。まだ泊まりに行くね。ほな帰るわ。またまた遊びましょう。おう、楽しかった。ああ、ほんま一日遊んだな。皆さんお疲れでした。